ガチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いします。さあ正解は、ちょっとこれは悩みますよねで悩んでる方多いかと思いますが、ご存知の方も一部いらっしゃいますよね。そうです、空詞の左側 It does not で、皆さん何が続くかと言われたら、そうです、もうあれしかないんですね。そうです、知ってる人は知っている、一方知らない人はって感じですから、ご存知なかった方は皆さんぜひ覚えていただけると嬉しいかと思います。ということで正解は D。とりあえずこれ空詞の左側否定文になっておりますので、皆さん肯定の表現に書き換えておきますね。 It falls at SV で、もちろんこの表現ご存知の方いらっしゃるかと思いますが、知りませんという方結構いらっしゃいますよね。ですのでいつ狙われてもおかしくない、ですから出題された時にババって感じで抑えられるように今日ぜひ頭の中に入れていただきたいと思います。で、意味をこっちに書くんですが、まあ、突然意味を書くとという方結構いらっしゃるかと思いますので、まずはうにゃうにゃを導く、こっから押さえていただきましょう。で、皆さん大前提として押さえていただきたいのは結論を導く。で、これが一体どういうことなのかということですが、でこれ文頭をご覧ください。 because で始まっておりますので、原因とか理由、これを元に考えると follow で結論いけそうですね。で、どうやって皆さんこれにつなげるのかということでございます。皆さん follow そのもののイメージ、皆さん、フォローと言われたら、続く、次に起こる。そんなイメージお持ちではないでしょうか。で、フォローを使った有名な表現として、a follow up survey、追跡調査。そうです。その追跡調査のイメージバッチリです。そう。ある事柄の後に続いて行われる調査ですね。ですから、原因や理由の後に続くもの。それが結論ですよね。ですが、意味はこんな感じでございます。従って、そうです。従ってということは皆さん結論を導きますよね。うんたらかんたらということになる。ただ今回皆さんこの空詞の左が否定文でございますので、意味少し変えますね。文頭をご覧ください。ある人が貧しいからといって文末ですね。その人が不幸というわけにはならない。そんな感じでよろしいかと思います。では画面を書き換えますね。さあ復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸2番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。